こんにちは、ゆっくりリグルです。こんにちは、そしてこんばんは、ミスティです。今回も、進化論よ何が問題かを続けるのね。内容的には、前々回からの持ち越しになるんだけどね。ああ、ドーキンスの、進化とは何かの第三章を紹介していたんだっけ。確か。一見、偶然の進化論に頼っては、説明ができなさそうな複雑な生物の形態や生態であっても、なだらかな坂をゆっくり登っていけば、不可能な山にも登れるという章だったね。眼球のような複雑な構造も、光の受容細胞が大量に並んだだけの状態から、杯状、器状とその都度、視覚の精度を上げていけば、自然選択によってその性質が引き継がれ、複雑な器官も徐々に進化の途上で獲得できる、といったような説明だったよね。皿のような貝の目とか、ピンホール状のオウム貝の目とか、最終的にはイカのような複雑な目になるとか。でも、このレンズとかそれを動かす筋肉とか、本当に次第次第にできるのかしら？貝とかオウム貝より前に、レンズを持った三葉虫がいたんでないかね。両生類から爬虫類の間にも、相当ギャップがあるように思うんだけど。このあたりを、進化論よ何が問題か丸一で扱ったんだっけ。ただ、段階的な過程に反論したいわけでなく、デザイナーの不在を解く学説を疑問視しているんですね。生命による外界を把握したいという世代を超えた思いが、目や耳や触覚、それらの神経に現れているんでないかな。そんな一周回った疑り深いあなた方に、前景書紹介の続きだけど、鳥の翼をテーマにしてみようか。ね。今回もドーキンス役です。ミスティ、君の翼みたいの、それ、飛べるんかい？飛べるわよ、飛べて、もう。飛んでるだけじゃないか。悔しい。鳥の翼の羽毛は、爬虫類の鱗に当たるものから進化したと考えられているね。そうなのかな？かなり複雑な構造しているのよ。細かく見ると、鵜匠子は隣同士噛み合って、しっかりとした構造をしている上。ばらけてもちょっと毛づくろいするだけで、元の状態に戻るのね。小さな鍵状の突起が、マジックテープみたいに働くんですね。昆虫の羽は破れたらおしまいだけど、鳥の羽はいいな。羽軸を挟んで非対称の形も、水力と揚力を生み出すのに、特化しているのよね。低速で飛ぶときは、前方の衝力を出して、渦を作って気流を制御している。フクロウのように消音用の仕組みを持っているものもあれば、防水性、保温性に優れているものもあるよ。こんなんが偶然にできたのかなぁ。偶然とは言ってませんのや。少しずつわずかな変化でもそれが有利なものであれば、その選択が積み重なってそうなるんやね。少しだけできた翼、半分の翼が、どうやって選択されるんだい？以前は、昆虫の羽の起源で、少しだけの出っ張りでも、太陽の光を浴びて体温を早く上げるのに役立つとか。鳥の翼も、飛んでいる虫を捕まえるのに適応したという、起源仮説があったよね。ほんの少しでも翼のようなものがあれば、たとえ飛べなくても有利なことがある。これを実験してみよう。こんな四つ足の生物がいたとして、奥の方は、胴体にスカートがついている。ちょっとこの持っている青い棒を高くして、そこからこれらを落とすとすると。ああ。スカートのないものは割れてしまう。高いところから飛び降りるときに、このスカート、出来かけの翼があるかないかで、生死を分かつことが分かったね。もう少し長いスカートのものができたら、そちらの方が有利になって残り、そして時間をかけて翼ができるんだ。うん、どうした？あなた、手前のが割れて、スカート付きが割れない高さを調節しましたよね。うん、何が言いたい？その高さの塩梅、インテリジェントはいりませんでした。なんだと？この2種の選択において、高さ、を持ち出すのに、すでに知性を働かせているということです。進化論者のこの手の例えで、丸いものを選ぶときに不用意に坂を持ち出すのがあるけれども、急は斜面を転がりやすいことを、あらかじめ知っている知性がなければ、坂を選択することができないんですね。先ほどのスカート付きも、余計な面積があるせいで、破れやすく感染しやすかったり、夜に体温を失いやすかったり、12機を3分ほどで全滅させてしまったり、不利な条件だっていっぱいあると思うのにね。しかし、ムササビとかモモンガとか中途段階でも現にいるじゃないか。鳥とかで光火よけざる光。多分全部鳥より後に進化したんじゃない？それを言うなら翼竜だって途中っぽく見えるけど、鳥は翼竜からでなく恐竜から進化したようだね。鳥なら鳥で、翼だけでなく、胸骨と飛翔筋の仕組みから、高速で飛ぶための視力や情報処理能力など、そうしたいちいちの起源に疑問を持っているのに、鳥とかげやモモンガのような完成形を並べるのは、ちょっと説明としてどうかしら。自ら、植物やクラゲや軟体動物が生まれ、次に魚、陸上動物が生まれ、という段階設定は何の説明にもなっていない。誰だ？ヘーゲル役の聖画です。物質があるからあると言っているだけの精神は、私の体型の中の、矢印の先の丸の中に限定された、貧弱な精神なのね。いきなり言ってくれるやないか。古代妄想なんでないの？まあまあ。進化論の味方シリーズが並行していますので、ヘーゲルさんの哲学はそちらでいずれ伺うとして、
今回来られたのは、ドーキンスは、生物を機械として見ている。生物個体を、DNA が自らをばらまくための道具であるという見方、まさに見方、を広げようとしてきた。それがどうした？私は、自然とは、主体でもある理念が、無意識の場に顕現したものとして考えました。世界創造以前の意識が、この時空間に姿を映したのが自然界であり、生物の世界でもあるんですね。生物とは、物理法則や化学法則で説明できるわけでなく、それらを用いつつ、それらの次元を乗り越えて、生命が姿を現したものと言えます。動物は形成衝動を持ち、空を求めたものが、昆虫でも爬虫類でも哺乳類でも羽を生み出したんでないか。そして哺乳類と鳥類は、子に対する愛情を持っているので、子育てをするんですね。ああ、話にならんね。でも、例えばキリンの首の遠回りしている反回神経でもって、デザイナーはいないとドーキンスさんは言うけど、自然の中の形成衝動であれば、あり合わせのもので合目的的な形を、作れるのではないか。全能ではなくてもね。そんなのいらなくて、自然選択一つで済むんだって。もう。帰っちゃった。私も今回は引き上げます。また、呼んでください。まとめてみましょうか。不可能な山に登るのは、理念の運動の後押しによるのか、なだらかな坂の中間段階を通し、都合よく選択が働くと見るのか。今回もちょっとスッキリとはしなかったね。まあ、進化論者が自然選択の古いを持ち出すときに、そこに知性を紛れさせていることが、進化論よ何が問題かの一つとして指摘した回ということで。そろそろ終わりにしましょうか。以前も使った図だけど、自転車の進化において、チェーンという発明は、何か徐々に進行する過程では、生み出せないように思える。チェーンの部品一つ一つが繋がっても、ちょうどいい長さで、は、にならないと機能しないのね。進化の中間段階や中間種の存在が少ないのに、その適応を論じるなんて、さらに空論を重ねているように思うよ。鳥が大空を飛ぶ過程には、無数の枝から落ちて壊れた機械が必要だったという説が、最高の知性から語られる時代が、そろそろ幕を閉じることを願っています。はい、では、今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。